ミーツ・ザ・ライジング・サン。マーティさんが日本の音楽は全部ロックだと言い切るこのコーナー、今回もたくさんおはがき来てますよ。はい、紹介します。毎回同じような気がしなくもないんですけど。そんなこと言うなよ。なんでそんなこと言うのよ。いきますよ、読みますよ。はい、盆踊りの時によく聞く北海盆歌はどう聞いてもロックに聞こえません。マーティさんどうでしょうかってことなんですけど。北海盆歌、それはどう聞いてもロックだよ。これくらいロックだよ。日本の民謡舐めちゃダメだよ。民謡は民謡なんだ。ちょっと待って、どう聞いてもロックだよ。日本の伝統が入ってるんだ。特にコーンさん、まあまあ聞きましょう。オリジナルを聞いてみましょう。じゃないですよ、これ。橋三谷先生だもん。いや、みんな鈍い、相変わらず鈍い。だからもう一回、もう一回弾いてみよう。お、じゃあ見ようよ。どうしたどうした。それからどうしたって。ドロップじゃん、ドロップ、ドロップだよ。いや、これはもう、これね、マーティーが弾いてもやっぱりいい歌だね、これは。北海盆歌だよ。説得力足りないかな。ワイルドチェリーというファンキーロックバンドがあったんですけど、プレイザーとファンキーミュージック。そう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 、まあ、一発屋なんですけど、まあ、その曲しか出てこないよね。その曲なんかそれは似てるっていうか、また同じ雰囲気じゃないですか。いや、全然相当ファンキーだね。コンさん、あれ真っ黒なの。コンさんファンキーでロックな北海盆歌で踊れ。なるんだね。ねえ、なるでしょう。北海盆歌。プレイザーとファンキーミュージック、ホワイトボーイになってましたよ。僕ホワイトボーイだからね。ルークさんの最後のこれかっこよかったよ。かっこよかったじゃん。あれ全然取ってつけてるね。いやいや、どうしたどうした。それからどうしたって。ドロップじゃん、ドロップ、ドロップだよ。いや、これはもう、これね、マーティーが弾いてもやっぱりいい歌だね、これは。北海盆歌だよ。説得力足りないかな。ワイルドチェリーというファンキーロックバンドがあったんですけど、プレイザーとファンキーミュージック。そう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 、まあ、一発屋なんですけど、まあ、その曲しか出てこないよね。その曲なんかそれは似てるっていうか、また同じ雰囲気じゃないですか。いや、全然相当ファンキーだね。コンさん、あれ真っ黒。コンさんの。ファンキーでロックな北海盆歌で踊れ。
りファンキーでしたよ。なるんだね。ねえ、なるでしょう。プレイザーとファンキーミュージックホワイトボーイになってましたよ。そう、僕ホワイトボーイだからね。ホワイトボーイになってましたよ。ルークさんも最後